こんにちは、パルトラです。今回、またまた、堺ゴジラが届きました。今回ご紹介するのは、東方大怪獣シリーズ、堺雄二造形コレクション、ゴジラ2000ミレニアム、雛形検討用モデルバージョン、少年リック限定版です。それでは開封していきましょう。今回のゴジラは、堺ゴジラの名作、ゴジラ2000ミレニアムの雛形を製作する過程で堺雄二氏が検討用として造形されたゴジラで、オリジナルイメージゴジラ2と呼ばれるものだそうです。つまりは堺氏の完全オリジナルゴジラと言えますね。過去動画でこれと同一造形のゴジラでゴジラストア限定版を紹介いたしましたが、今回は少年リック限定版ということで発光ギミックが搭載されているモデルになります。中身を取り出してみました。これはね、まずは取扱説明書ですね。それからこのね、ゴジラの尻尾のパーツがついてます。長い尻尾だ。そしてこれはね、尻尾を支える台座ですね。それから今回はね、この電源ユニット、あ、ここに文字が入ってますね。筒型のね、この電源ユニットがついてますね。そしてゴジラ本体ですね。はい、中身はね、これだけになります。それではここで他のゴジラフィギュアと並べてサイズ感を見てみたいと思います。まずこの真ん中のこれですね、これが今回の検討用モデルバージョンですね、のゴジラです。でこちらの方がですね、以前発売されましたミレゴジのレプリカソフビ版ですね。今回はこれはね、背びれがね、ちょっと白っぽい一般流通版のものになりますね。はい、これと比べるとね、こう一回り小さい感じになりますね。これはね、どうも30センチシリーズのね、そのぐらいのサイズになりますが、こちらはまあね、大怪獣シリーズということでね、ちょっと小ぶりになりますね。でこちらちょっと参考のためにね、一緒に置いてみたんですけど、これね、だいぶ昔にね、プライズ品としてね、登場しました。まあ一応ね、雛形ゴジラということになってます。ちょっとね、ポーズが違いますけどね。まあ、あのこれにまあね、似せて作ったものということですね。これはね、アマチュアの方がね、あのちょっと加工して新たにね、彩色されたものでね、かなり綺麗なね、塗装になってます。継ぎ目とかもね、全然見えないようになっているというものですね。ね、まあこれとこれね、ほとんどサイズ的に近いですね。ちょっとこっちの方が小ぶりで、それよりもね、こちらの方がね、さらにちょっと小さくなると、こんな感じのね、サイズ感になりますね。それでは今度はですね、このゴジラストア限定版とね、比較してみたいと思いますけども、まあ比較といってもですね、同じ造形物ですのでね、若干彩色の部分が違うということですね。まあこのボディの色はね、もうほぼ同じような感じですね。で背びれですね、このゴジラストア限定版はこの背びれがですね、発光した状態をですね、彩色で表現してます。でこちらはですね、今回の少年陸限定版ですが、少しね、色合いも違いますね。でこれはですね、発光ギミック LED でね、本当に光らせるということですね。まあどちらもね、青色なんですけど、こちらの青色の方が濃いですね。でこちらはやや薄い青色になってますね。それからですね、こちらは発光はしませんけども、このようにですね、背びれがクリアパーツになってますね。クリア成形でこちらも同じくですね、当然ながら
クリアパーツ、クリア成形になってますね。まあ特に違いはね、この辺だけですかね。それではね、ちょっと近くで細かく見ていきたいんですが、一度ねゴジラストア限定版でレビューしてますので、同じようなね内容になりますけどもね。はい、まずですね、この顔が素晴らしいということですね。目もね本当に印象的でね、こうキラッとね光るところがいいですよね。でこの口の中もね生物感があふれてますし、歯もね綺麗ですね。彩色も綺麗です、もちろんね生物感あります。でこのね首のあたりのね、この V 字型のねこのシワ、これなかなかね私特徴的で好きですね。でボディはね細かい凹凸がねしっかりと造形されてまして、すごくねリアリズムがあります。かっこいい。この手の表情もいいし、もちろんね爪の彩色も完璧という感じですね。で力強いこの足、筋肉質な足ですね。この尻尾もねすごく長くてダイナミックですね。でまあ今回のねこのゴジラストア限定版と違うところは、この背びれの彩色ですね。今回発光ギミックが搭載されてまして、これが光るということですね。でこれに加えてですね、この首のあたりも発光するということですね。この首のね横のあたりのこの赤い部分かな、これが発光するのかな。これは魅力的ですよね。しかしねなかなか罪な販売の仕方しますね。本当にねもうこうしてね2体買わないとね気が収まらないようなね、そういうね発売の仕方、本当に罪ですよね。ね、はい、この背びれのね彩色ね、あの薄い青色がねこう先の方に施されてますけどね、これはねおそらくね一般流通版と同じイメージでしょうね。はい、これ一般流通版のね彩色もまあ兼ねてるということでね、はい、その部分はねお得かなと思いますね。はい、こんな感じで素晴らしいですね。ではねもう早速ね発光させてみましょうか。発光ギミック用のね電源ユニットがこうしてついてますね。はい、ここにちゃんとね文字が入っててねいいですね。そして蓋を開けてですね、ここに単4の乾電池をね4つねセットします。そしてカチッとね閉めます。ここねちょっとボールペンで押さえるタイプね、今回はちょっと開けにくかったな、なんかね。はい、でここにオンオフのスイッチがついてると、こういうものですね。このゴジラ本体のですねこの左足の裏側ですね、ここにカバーがついてるんですね。今外しやすいようにね少し緩めてありますけど、このカバーをこのように外しにくい外しますね。そして先ほどの電源ユニットのこのコードの先端をねここに差し込みます。こうですね、はい、こんな感じになりますね。ということで準備ができましたので、早速ね背びれの発光を見てみたいと思うんですが、少しだけね照明を落としてみます。
照明戻しました。いやー明るく光りますね。しかもね本当に綺麗なね青色でね、またね首のところがねこう炎のようにね赤っぽく光るのがねすごく魅力的でしたね。いやかっこいいです。かなりの満足感ですねこれは。ということでですね、はい、同じゴジラがね2体揃ってしまいました。もうねどちらかね片方でもう買わないつもりだったんですけどね、やっぱりね堺ゴジラとなるとねどうしても欲張っちゃってね、どちらもねそれぞれの限定版が欲しいと思っちゃってもう2体になっちゃいましたね。困ったもんですね本当にね。まあこうしてみますとね塗装でね発光状態の表現をしているのもねまあいいですけども、やっぱりね本当に LED で光ってるのはねこれ明るい状態でもね光ってるのがこれよくわかりますし、なんといっても首の部分がね光ってるのがねやっぱり LED でね照らしてる方がねはっきり分かっちゃうんですよねこれね。悩ましいとこですね。ただねLED ねスイッチをオフにしたらねあんまり変わんないんですけどね見た感じはね。はいはい、ということでねもう本当に悩ましいですけどもね、まあ結論から言ってね買ってよかったです。もう大満足ですね。ということでですね、今回ご紹介したのは X プラスの東宝大怪獣シリーズゴジラ2000ミレニアム雛形検討用モデルバージョン少年リック限定版でした。最後までご視聴いただいてありがとうございました。それでは今回はこの辺でバイバイ。こんにちは、パルトラです。今回はまた堺ゴジラがちょっとまた多すぎるね、失敗。